首相官邸に向かって、抗議のスピーチをしていただきます。私は横浜の商店の親父です。ここに来る前に関西電力の前で一つコメントを、いわゆるクレームを述べてきました。皆さん、ここに集まっている皆さん、私は何と申し上げたと言いますと、すでに新聞市場で分かっているように、関西の経済人はたかが一裁判長で原発が止まってたまるかと言った。私は関西電力の前で、たかが一社の社長によって日本が滅亡してたまるかと言った。通行中の皆さん、拍手喝采。わかる？たかが一社の関西電力の社長のバカさによって、この悠久の日本の土地を原発で汚されてたまるかと言ったんだよ。まさに三権分立も知らない、関西人、たこ焼きでも食ってろと言った。まさにこの日本が関西電力によって被爆していく、世界の原発の廃棄物の集積所になってたまるかと言った。よく聞けと言った。皆さん、ここに集まってる人、たかが一社の関西電力によって日本が汚されてたまるかと、これから言いましょうね。安倍さん、あなたは原子力発電所のことを全くお分かりにならない。いや、原発だけではない。ここに来てあなたは私たちが世界に誇りうるところの平和憲法そのものすらをも逸脱していることもお分かりにならない。私たちは心の底から史上最悪の首相がどうして出現したのだと本気で怒っています。残念です。あなたは速やかに交代するのが正しい選択です。私たちはあなたがこれ以上首相でわけのわからないことを続発されるのは耐えられません。大体原子力発電所もそのものももう一番初めは30年限度と言っていたのに、いつの間にか40年になったと思ったら50年、60年まで言い出した。これは全くかつての戦争においてあなたのおじい様たちが始めたあの無謀な戦争、あれが負けても負けても勝ったと言った図式と全然変わっていません。私たちは絶対にこのような愚かなおかしなことは認められません。ただしに原発は廃炉にすべし、そして戦争法案などとんでもないことです。あなたが根本から改め、それができないならただしに退陣なさるように切望しています。どうだ。それではワイヤレスマイクを持ったスタッフが後ろの方まで歩いていきますので、今お並びのその位置から1分以内で、原発反対の抗議スピーチしていただけます。マスコミやユースト配信されている方、そして個人で、ブログや Facebook、Twitter など SNS で画像を上げている方、列の中でマイクを持って抗議のスピーチをする方の顔などは映さぬようご配慮の方お願いします。マイクです。すみません、ちょっと始まる前に、最近、いわゆるネトウヨ的な人物が、こういう抗議の場に現れて映像等を撮って悪利用するってことが、増えてます。で、撮影されている方に身分証明書がない方で、場合によっては身分を聞きする時があるかもしれない、多少気分害するかもしれませんが、参加者守るためなのでその辺よろしくお願いします。はい、では官邸に向けて抗議のされた方。原発再稼働絶対反対。今度凍土壁の凍結作業が始まりました。
しないか、そんな実験をしているんです。あまりにひどいと思います。それでその税金345億円今までに使ったそうです。それで維持費は年間十数億円。待っててね。その凍土壁っていうのは本当にあってなきがごとし、電力を送らなくちゃ氷溶けちゃうんですよ。本当に雲をつかむようなそんな工事に税金を使って延べ今までに27万4千人の人、作業員平均15ミリシーベルトの被爆をしたそうです。そんなの許されません。はい、今記者会館の前まで来てます。いらっしゃいますか。家庭向け電力小売自由化が今日から始まりました。しかし電力として自然エネルギーを使用するのか原発を使用するのかの電源開示の義務がありません。国は食品表示と違って電源が違っても消費者に不利益はないので必要はないというが、とんでもない。電力自由化は原発を使わず安全な自然エネルギーを国民が使いたいことから生まれたはずではなかったのか、安倍。原発を使いたくない消費者に原発事故の責任をなすりつけたり、事故費用のつけを回したりすることはやめろ。原発を推進する奴らが事故責任を取るように電源解除を義務化しろ、安倍。安倍総理、あんた今ワシントンにいるから、今日もう一人言わなきゃいけない人がいるんで言わせてもらいます。文部科学大臣長谷川氏、あんたの地元の滋賀原発地割れするんで危ないって言われてるのに動かす方向へ応援してるんでしょ。それやるって言うんだったら現役時代知ってる俺たち絶対許しませんよ。あんたの現役時代リング立ってる時俺すごく憧れてた、大ファンだった。キャッチフレーズの山吹色は勝利の色って俺すごくあれしびれてた。だけどあんたが原発を再稼働させるのを支持するって言うんだら、このキャッチフレーズを変えなきゃいけなくなるね。山吹色は鉄火ウランの色になっちゃうよ。それでいいの、安倍先生。はい、3番出口近づいてます。いらっしゃいますか。はい、じゃあ前方返します。原発やめろ、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 原発再稼働反対。
今すぐ止めろ。